入ればもっとうまくいくわ。慌てず焦らず着実に行きましょう。頑張って。マーカーの位置でサイドブレーキを。ちょっと通してください。どうやら今年は激しい競争になりそうね。チームラジオ音声確認。みんなよく聞いて。最初のテストはタイムアタック式よ。つまり制限時間内に各チェックポイントを通過する必要があるということ。それじゃ幸運を祈るわ。おいおい、ルーキーたち、あまりレースを退屈にしないでくれよ。チームラジオは雑談用じゃないですよ。ただのトレーニングなんだから、そうガリガリするなって。ごちゃごちゃうるせえぞ。そんじゃ、レースの後にまた話そうか。バーイ。R3 チャンピオンカップは第2シーズンから始まる。そして注目のもう一人はなんと最下位です。チームフラミンゴのフェルナンドを追い越せたようね。いい展開よ。今のタイムを維持できたら4位以内を狙えるわ。信じてるわよ。レースは最後までわからない。あなたならきっと奇跡を起こすことができるわ。まもなくゴールよ。前方の U 字コーナーに注意して追い越されないように。このストレートの先には2つの直角コーナーがあるわ。スピードコントロールに気をつけて、最後の最後まで気を抜かないでね。今年のエキシビションレースのチャンピオンはスタートで遅れを取りましたが。チームラジオテスト
OK。 みんな、レースが始まる前に一言だけ言わせて。予想よりだいぶ遅れてるわ。分かってるわ。今方法を考えてるの。あなたの強みはコーナリングでしょ。ドリフトで距離を詰めて。コーナーの無理をするのは危ないです。今はこの位置をキープしましょう。選手がいきなりの加速。パイオニアジュニアのドライバーは慌ててハンドルを切りました。スピンしました。パイオニアジュニアのドライバーは止まってしまいました。落ち着いて、ステアリングをしっかり握って体勢を立て直すのよ。モーガンを追い上げるのよ。最後まで諦めないでよ。ぴったり後ろについてきてる。しつこいわね。そのペースよ。ゴールで待ってます。パイオニアジュニアがゴールしました。これは記念すべき瞬間です。外れないように慎重にガイドラインをぴったりなぞる。
ないですか？